杉山隆一は、静岡県清水市出身の元サッカー選手、サッカー指導者。現役時代は強烈な左足のシュート、クロスを武器とする瞬速の左ウィングとして活躍。キャリア終盤はトップ下としてプレーすることが多かった。日本代表では、鎌本国重との名コンビで知られた。袖市中学校時代からサッカーを始め、清水東高校時代に、 第13回国民体育大会で優勝、一躍有名になる。また、高校1年から3年連続で日本ユース代表に選ばれ AFC ユース選手権に参加、国際的にも活躍した。大学浪人中の1961年、19歳で国際 A マッチ初出場。明治大学在学中の1964年に東京オリンピックで活躍。 日本代表チームをベスト8へと導いた。この活躍により南米のクラブからは20万ドルの遺跡金を提示され、20万ドルの左足と称された。同年大学生ながら、第4回日本年関西優秀選手賞を受賞している。サッカーマガジン総監号の表紙を飾る杉山。1966年、明治大学卒業後は、八股製鉄に入団する予定だったが破断。 しかし、それを知った三菱重工に誘われ入団。ここでも主力として活躍。1969年、1973年と二度の日本リーグ優勝。1971年、1973年と二度の天皇杯優勝など、躍進の立役者となる。1968年メキシコシティオリンピックに出場。 コアシストを記録するなど銅メダル獲得に貢献する。二大スターとして、鎌本国重とよく比較されたが、瞬速ドリブルを主体とするプレースタイルのためか故障が多く、トッププレイヤーとしての選手寿命は鎌本よりも短かった。1974年の現役引退後、壊れてヤマハ発動機の監督に就任。1975年には現役復帰し、 監督兼選手として2年間プレーし1976年に現役を引退する。その卓越した技術とサッカーに対する情熱により、チームを7年で静岡県二部リーグから日本サッカーリーグ一部に押し上げ、1982年度の第62回天皇杯全日本サッカー選手権大会で優勝した。2005年、日本サッカー殿堂に選出された。 ありがとうございます。